写真拡大。中日 1-0 ロッテオープン戦9日、 ZOZO マリン。ロッテは9日、中日とのオープン戦 ZOZO マリンで0-1で完封負けし、 OP 戦初黒星。連勝は3で止まった。開幕投手に指名されている石川穂は初回、平田の三塁打と大島の2ゴロの間に1点は失ったものの、その後は一人も走者を許さない完璧な投球を披露。4回1安打1失点と好投した。マイク・ボルシンガー投手は6回から3番手で救援。4回1安打無失点に抑えた。先発ローテーション入りが期待される投手が開幕へ順調な仕上がりを見せた。井口忠人監督は、石川も球速が出てきたし、増田もボルシンガーも順調に調整できていると思いますと、投手陣の仕上がりに安堵。一方、打線は中日先発の笠原翔太郎らを前に、わずか1安打に終わった。角中もいませんし、中村翔我も、田村もいませんからと、あまり気している様子はなかった。岩国誠、岩国。